個人的にはそういうものは非常に無関心といいますか、まあ、チームが優勝した結果、前回もらえた賞なので、まあ、今回も MVP というものよりはね、やはり優勝というものを第一優先に当然ながら考えて、本当に簡単ではないですけど、連覇というものを目指して、チームがね、いい意味での危機感を持って、まあ、当然相手チームは全て日本に挑んできますから、それを、悪い意味でこう受け身になるんではなくて、自分たちから仕掛けていくというような、サッカーを展開できれば勝機はあるんじゃないかなと思ってます。当然11人の総合力で、試合が決まるので、周りのサポートというものは非常に自分自身にとって大事になってきます。それをね、まあ、信頼できる仲間が、いるというのは、まあ、自分にとって誇りですし、まあ、その仲間と一緒にアジアカップを戦うというのは、まあ、どういったサッカーができるのか自分自身の楽しみではあります。もう目の前に、アジアカップという、アジアで一番決まり大会が、控えていますので、まずはそれで結果を出すということが今の、2015年の一つ目の目標ではあります。